答えのない毎日がただ過ぎてゆく時間がこれから先どうなるのだろう、わからない闇よりも深い夜の孤独に惑わされてた、奈落に今気づいてほしい、ここから逃げ出したいから。窓から見える朝焼け、部屋に鳴り響く音、アラームに起こされて薄暗い中家飛び出すよ、カバンの中には何も変わらない、平凡詰め込んで、そしていつもの場所へ。誰かが言った言葉が気になって惑わされて、争いたくなんてないから、必ずあるものだから、諦めないで強く生きることをやめないで叶え